燃えろ太陽駆けろテッカマン闇にうごめくワルダスター砕いて星くず宇宙の果てにひらめく銀河に父の名呼べば涙星やるぞペガス適正か宇宙の騎士宇宙の騎士テッカマンやるぞペガス適正か宇宙の騎士宇宙の騎士テッカマン ワルダスターの団長であるランボスは宇宙帝王ドブライの呼び出しを受けてここプロキシマ系宇宙の外れに出頭してきた。そこで彼が見たものは、待ちかねたぞランボス。はっ、急ぎプロキシマ系の外れまで出頭せよとのご命令でしたが、何事ですかドブライ様。アクジェイ博士が地球を奪う作戦を考え出したのだ。アクジェイが、あいつめつまらぬ妄想からこんな遠方までわしを。悪口は作戦を聞いてからにしてもらいたいものだな。もっともその貧弱な頭脳でどこまで理解できるかな。黙れ、お前の言うことなどわからなくて当然だ。地球のようなちっぽけな星一つ奪い抜くせに偉そうなことを言うて。よくも言いにくいことを。やめんか、会う早々いがみ合ってどうする。アクジェイ博士、実験の準備は。はは、万端と整っております。どうぞご覧ください。メカ衛星ゴルゴスでございます。博士、実験準備完了です。よし、投影開始。これは、シーター23ファイ04地区異常なし。ナーサ、シーター24ファイ03地区異常なし。ん、これは何だ。どうした、ワルダスターの宇宙船か。違う、これは惑星だ。今まで見たこともない巨大な星だ。何？拡大投影チェンジ。お、10日前の定期観測では確認できなかった。ということはすごいスピードで太陽系に近づいてるってことか。局長に報告だ。ラーサ、今後宇宙センターと天王星天文台のオートラインはつないでおく。新しい情報はすぐ送ってほしい。以上。局長、何か起こったんですか。またワルダスタなの。いや、今度は惑星だ。惑星？地球の数十倍もの大きな惑星が地球にぶつかってくるのだ。惑星の正確な軌道計算は出ていない。しかし宇宙天文台の推定計算によると、惑星は太陽系に激突する。直径が地球の数十倍という超大型だ。その引力だけで地球は地殻爆発を起こして粉々になるだろう。局長、こんな恐ろしいことは秘密にできませんよ。世界中の人たちがすぐ気づきます。どうするんですか。だがどうも気になる。
俺にも気になるぜ、その惑星の軌道がよ。どういう意味だ。いや、いい。君たちはブルーアース号に待機していてくれ。私は早急にデータを研究したいことがある。頼むぞ。ラジャメンコントロール異常なし。サブコントロール異常なし。よし、これでいつでも飛び出せるぞ。その惑星が太陽系に潜入するのが90日後というのは間違いないのかね。宇宙天文台の計算に間違いはないでしょう。くそ、これが世界中に知れ渡ったら大暴動が起こるぞ。惑星で破滅する前に地球はおしまいだ。アーサー長官、この情報は極秘だ。どんなことがあっても絶対に情報を外へ漏らしてはならん。承知しました。守備だ司令官、世界各国の天文台を至急封鎖してくれたまえ。すぐ命じましょう。いや、報道を封じても巨大な星が近づけば人々はすぐに気づく。天橋局長、30日以内に何が何でも対策を立ててほしい。はい。本当か。あれはアメリア共和国のゲルマ大統領だ。私は全世界の人々に一つの事実をお話ししなければならない。我が国の誇る宇宙物理学者ゴルゴス博士は数日前、巨大な惑星が3ヶ月後に地球に激突し、人類は滅亡するという恐るべき事実を発表した。繰り返す。人類は3ヶ月後に滅亡するという恐るべき事実だ。なんということだ。大統領ともあろう人がなんと軽はずみだ。諸君、私のビデオテープでの演説は聞かれたかね。大統領、あなたなんて無責任な。よろしい。では我が国は地球防衛軍の持つ最精鋭の大型宇宙船50隻を。あの、100隻です。あ、いや、100隻を要求する。守備だ長官、直ちに引き渡しの準備をしてくれたまえ。なぜ大型宇宙船を。わからんのかね。このままでは人類は滅亡だ。それよりわしらエリートだけでも宇宙船に乗せて太陽系外へ脱出するのじゃよ。そんな無茶な。私も反対です。その計画は宇宙船に乗れなかった何億という人々を裏切り見殺しにすることじゃありませんか。バカ者め、そんなことを言っていたら一人の人間も生き残りはせんぞ。急がなければこの計画も水の泡になる。そのうち世界各地に暴動が発生して地球は廃墟となるからの。なんだ。ワルダスターの小型円盤襲来、戦闘員も爆発。ワルダスターが仕掛けたのか。おかしい。ワルダスターも地球が3ヶ月後に滅亡することを知っているはずだ。それなのに今も地球侵略のために懸命になっているのはなぜなのか。あら、兵隊たちが来たわ。スペースナイス、聞こえますか。天地局長の命令でブルーアース号の警備に来ました。警備だって。このブルーアース号にか。
ワルダスターの一味が紛れ込んでるという情報なので、万一のためです。まあ、嫌だわ。ワルダスターね。ジョージ君、アメリア共和国のゲルマー大統領が、地球防衛軍の勧告を無視して、ロケットで脱出した。え？ワルダスターの待ち伏せは目に見えている。その前に、引っ返すよう、武器を使用してもよいから命令してくれ。ランサー、じゃあ警備兵を引き上げさせてください。警備兵？そんなものは知らんぞ。なんだって？よーし。この野郎。危ないところだったぜ。ワルダスター全部倒しました。よし、直ちに発進せよ。目標発見。近いな。あ、ワルダスターの円盤だわ。行く。ブルーアス号、急げ。了解。ワルダスターが来たぞ。大丈夫か？ゴルゴス。な、何を笑っておる？お前は。見事に引っかかったな、ゲルマ。我こそワルダスターを率いて地球侵略を狙っているランボス様だ。な。地球を混乱に陥れるには国民の目の前で大統領の単独脱出を見せてやることだ。一国の大統領がたった一人で宇宙に脱出したら国民は何と思うかね。噂の地球滅亡は真実だった。我々は宇宙開発センターと政治家たちに騙されていたと気づくだろう。そしてどうなるね。ボード、よくできました。そして地球は我々の手中に入る。しかし君は悔やむことはないのだ。国民に真実を伝えたたった一人の大統領として長く我がワルダスターの記憶に留めておこう。どうした。ブルーアース号。スペースナイツが助けに来てくれたのか。バカめ、君はスペースナイツに助けられたいのか。君は国民を裏切った大統領だぞ。地球へ戻ったところで君は追放されるだけだ。何？ゴルゴス博士がランボスの変装だと？はい、奴は救命艇で脱出、ワルダスターの円盤に助けられました。ゲルマ大統領はどうした？天地局長、私は実に恥ずかしいことをしてしまった。今さら言い訳をするだけ悲しい。かえって国民の採決を素直に受けたい。地球の方はどんな具合ですか？騒ぎは大きくなるばかりだ。結局ランボスの企みにまんまと乗せられてしまったことになる。事態をどのように収拾するか。今宇宙開発センターで我々は対策。局長、どうしました？スペースナイツに特別任務を命する。はい。巨大惑星を攻撃、
地球並びに太陽系滅亡の危機を回避せよ。え、そんな。ほう、行こうぜジョージ。しかしアンドロー、いや俺も前からおかしいと思ってたんだ。どうやら局長が答えを見つけたらしいや。どういう意味だジョージ君。ブルーアース号を巨大惑星の方向に発進させながら聞いてくれ。ラーサ、宇宙をさまよい始めた惑星は大小に関わらず近くの恒星あるいは惑星の重力に惹かれながら宇宙を飛んでくるものだ。ところが地球の数十倍もある惑星は一直線に地球へ向かって飛んできている。観測衛星や宇宙ステーションも目前で観測しながらどちらの星にも惑星は引き寄せられなかったと報告してきている。つまりこの巨大惑星の密度はガスのように薄いということだ。加えてランボスはゲルマー大統領に地球を手に入れると言っている。地球を粉々にするとは言わなかったのだ。なるほど、これは全てワルダスターの罠だったんですね。見えたぞ、未確認飛行物体接近。ワルダスターの円盤空母だ。それも惑星の中から出てきやがったぜ。やはりあの惑星には何か細工がある。よし、故障砲スタンバイ。敵の光線砲命中、シャドウ不能よ。このままではこっちがやられる。アンドロ、あとを頼むぞ。ラーサー、骨が折れてるかもしれないわ。ジョージ君の手当ては私がする。君たちは掃除を頼む。よし、こうなら最後の賭けだ。行くぞ。ワルダスターの小細工を見破ってやるぜ。あら、巨大惑星を通り抜けたわ。見なよ、巨大惑星の仕掛けが見えてきたぜ。ねえな、2台の映写機で宇宙に大惑星を映し出してやったんだ。地球を混乱させるためだったのね。しまった、映写装置をやられてしまった。こちらも投影中止。ブルーアース号攻撃だ。スペースナイツで余計な音をしよって。うまいぜヒロミちゃん。これで地球の人もホッとするでしょ。やった、ブルーアースをやっつけたぞ。メインエンジンがやられたわ。しかし立ち往生か。やつらもこれでおしまいだ。ゴルゴス計画は失敗したが、スペースナイツのやつらをやっつけたのは大成功だぞい。よし、どこへ行くのジョージさん。ヒロミ、アンドロ、最後の最後まで頑張ってくれ。やめて、その体で鉄火前になるのは無理よ。止めるな、ジョージの思い通りにさせてやれ。ペガス、テクセット。よーさもう一気に粉々にしてしまえ。あ、待て、
い集め、小型円盤を繰り出せ。しない奴らだ。どんどん繰り出せ。ああ、こっちへやってくるよ。エクスプレッサー。いや、何事だ。格納庫破壊されました。あのブルーアース号だけはとどめを刺すぞ。ヒロミン、ミサイルだ。ラッサー、補助エンジンだけで何とか避けてみるわ。ヒロミン、間に合うか。これで精一杯なのよ。これで奴らも最後だ。よくやった。これでミサイルだ。さよならだ。ランボス、貴様の撃ったミサイルだ。しまった。引き上げろ。ワルダスターの壮大な謀略はスペースナイツの活躍によって阻止された。だが大宇宙の悪の帝王ドブライはすでに次の地球侵略計画を練っている。ワルダスターの野望を砕くため、行け、テッカマン、宇宙の騎士。その昆虫は不思議なことに人間の子供と言葉を交わすことができた。地上からほとんど昆虫がいなくなってしまった今、この昆虫は子供たちの間でたちまち人気者となる。しかし、それはワルダスターのメガで地球上のあらゆることを調査した上、いつでも殺人光線を発射できる恐るべき殺人兵器であった。地球人全滅の危機が迫る中で、テッカマンのボルテッカーが冴える。次回、宇宙の騎士テッカマン、地球人全滅作戦にテクセット。花も虹も風もない、涙も頬に流れない、冷たく悲しい宇宙の戦いだ。だけど心は燃えている、太陽みたいに燃えている。スペースナイツは太陽